皆さんこんにちは、えー、雫役を演じました清野菜名です、えー、無事に今日を迎えられてもう本当にほっとしておりますあのー、撮影が始まったのが2020年の3月からで終えたのが今年の2022年5月だったんですねで2年半たってすごい長い年月がたったんですけど ようやくこうやって皆さんに見ていただける日を迎えられて本当にスタッフの皆様に感謝とそして今日楽しみに待ち続けてくださったファンの皆様にもう本当に感謝の気持ちでいっぱいですはい、えー、政治役を演じました松坂桃李です、えー、皆様本日はジャパンプレミアにお越しくださいまして本当にありがとうございます、えー、先ほど清野さんが、えーまあ、2年半というふうにおっしゃっていましたけど本当に隠れました。 もう大河でで言ったら日本分です大河ドラマ2本分の、えー、思いが、えー、この作品に詰まってます、えー、今日は、えー、どうか最後まで楽しんでいって帰ってくださいよろししくお願いします、えー、皆様、こんにちは優子役を演じさせていただきました内田理央です。 えー、実は私の撮影はコロナ前に幸い、あの終わることができたので、あの皆さんのこの撮影の中断を聞いてすごく心配していたんですが、本日を迎えることができてで、また皆さんの顔を見ることができてとても嬉しいです。はい、中学生の月島静子を演じました。安原るなです。本日はごと来ていただきありがとうございます。 初めての映画でこんなに素敵な作品に出られたことそしてここに立てたこととても幸せに思っていますこの映画がたくさんの方に届くことを願っています中学生時代の天沢誠司演じました中川翼です今日はお越しいただきありがとうございますちょっととても緊張しているんですが短い時間ですが最後までよろしくお願いします 中学生時代の杉村達也を演じさせていただきました荒木とはです、よろししくお願いしますあの本当に稽古が終わって <laughs>、稽古が終わって、すぐあのコロナ禍に入ってしまって、もうどうなってしまうんだろうとか、不安がたくさんあった中、こうして皆さんにご覧いただける日が来て、本当に幸せに思ってます中学生の原田裕子を演じました住友沙羅です。 撮影を行ったのが2年前なので、公開が決まったときは、ただただすごく嬉しかったんですけど、今、ここに立ってみると、やっと公開するんだって、すごく改めて実感しとっててもワクワククしてます、えー、いよいよ皆様にこうやって、えー、耳をすませばを、えー、お届けできることを、すごく嬉しく思います。えー 何というんとうううでしょう、えー、もう期待していただいていいです、えー、もうそれぐらい自信のある作品になって,り、ま、なっております、なので、えー、見終わったらですね、えー、ぜひ公開まで、えー、まだ少し時間がありますので、えー、皆様なりの広み方でいいので、多くの方に皆様の言葉で伝えていただけると幸いです。本日は本日当にありがとうございました